化賞トライアルセントライト記念、上位3頭に優先出走権が与えられます。体制完了。スタートしました。人気のレイエンダまずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何がいきますか。波のフランケル先頭を伺います。ジェネラーレールの先行体制です。 3,4 馬身離れてメイフォンローセス外から12番、メイエスプランドル内をじっくりと、ケイティクレバー行ったりと内を回って、ショウナンラーゼン外から差がなく、オレンジの帽子ダブルフラット、ここから各馬1コーナーを回っていきます。内の方オズミックフォース、その外にトラフトケンシン、ラチ沿いを回るのはニベオン、その外にオウケンユン続いています。そしてここにいましたゼッケン15番、注目のレイエンがどういった競馬を見せてくれるのでしょうか。ゼーゲンその内を通ります。外から7番ムレフテイキング、そして少し離れてムレイル、これが最高峰です。前半の 1000m を通過しました。59秒台、こういった体勢です。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあ先頭はどうなっているでしょう。現在先頭はカニノフランケル、 2,3 馬身ほど離れてジェネラーレールのメイションローセス、間が空いた形、ラチ沿いを回るのはショウナンラーゼン。さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。依然として先頭はカニノフランケル、リードは2馬身、2番手追走はジェネラーレールの、そして間からメイションローセス、ダブルフラット、差を詰めてきた。メイエンダ動いた、手応えはどうか。そして間からゼーゲン、トラスポケンシン、差を詰めてきた。そして間からオウケンユン、ケイキクレバー、4コーナーを先頭で駆け抜けます。メイエンダここから前を捉えきれるか。ショウナンラーゼン現在2番手、さあ残り200、ケイキクレバーわずかにリード、メイエンダ伸びてきた、コズミックフォースやってきた。先頭はメイエンダ、メイエンダ先頭でゴールイン、勝ったのはメイエンダ。2着争いイメオン、コズミックフォース、この2頭の体勢は微妙。勝ちタイムは2分12秒1、勝ったのはメイエンダ。